はい、こんばんは、マスアートです。日曜日の となりました。今日はもう遅い、朝してみたり、午後してみたり、今日は夜ですね、夜になりました。賛美、7曲賛美を捧げしましたけど、なかなか厳しいですね。もう恥ずかしいで、見られるものでありませんけど、賛美を、そういう課題、1日1曲あげてますので、素敵な賛美の時もあるかなと思って賛美しています。疲れ切ったら肩の力が抜けてますので、いいかなっていう思いもありますけど、デイリーベルトの時ですね。はい。今日のデイリーベルトの題は、豊かな実ということで、聖書の箇所がヨハネの福音書15章の5節から8節、テーマの聖句がヨハネの福音書15章の5節、テーマの聖句ですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ヨハネの福音書15章の5節。では、御言葉に行きます。ヨハネの福音書15章の、5節から8節ですね。はい。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。ちょっと、今、お祈りいたします。天の神様、このデイリーブレッドの時も始めから終わりまで、導いてください。途中、となりましたけど、またこれも覚えてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ちょっとお祈り、脱線しましたけど、今日の、デリベットの題は豊かな実、聖書の箇所はヨハネの福音書15章の5節から8節、テーマの聖句はヨハネの福音書15章の5節。2回目になりますけど、いいですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私が人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ヨハネの福音書15章の5節。はい、水分では御言葉に行きます。ヨハネの福音書15章の5節から8節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。これが今日の、聖書の箇所です。では本題のデイリーブレッド、豊かな実。リサイクルショップで、感じの良いランプを見つけて買いましたが、コンセントにつないでもつきません。夫が分解してみると配線がありません。電源につながる線がないのですから、役立つわけがありません。私たちも同じです。イエスは、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと言われました。そして私を離れては、あなた方は何もすることができない。ヨハネの福音書15章の5節と念を押されました。ブドウの産地で語られたので、弟子たちは理解できたはずです。ブドウの木は丈夫で、枝は激しい枯れ込みに耐えます。しかし、命の、源から切り離されれば、役立たずの枯れ枝です。イエスのうちにとどまり、御言葉を心に宿らせるなら、私の命の
源であるキリストにつながって、キリストにつながっています。私たちは命の源であるキリストにつながっています。主は、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになると言われました。8節。豊かに実を結ぶために、日々の栄養が不可欠です。神は御言葉と愛を通して惜しみなく与えてくださいます。さあ、主につながり、活力をみなぎらせましょう。パティシア、ロブンかな。ラボンかな。ちょっと難しいですね。キリストにとどまるとはどういうことですか。主のための実を結ぶようにと、神はどんな備えをしてくださいましたか。神はあなたのうちにとどまれるように、神の尊い御言葉が私のうちに良い実を結ぶように、どうか力を与えてください。感謝いたします。まあ、この有名な箇所ですね。ヨハネの福音書15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ヨハネ福音書15章の5節、最後の、イエスのうちにとど、まり、御言葉を心に宿らせるなら、私は命の源であるキリストにつながっています。主はあなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになると言われました。8節。豊かに実を結ぶために日々の栄養が不可欠です。神は、御言葉と愛を通して惜しみなく与えてくださいます。さあ、主につながり、活力をみなぎりましょう。で、キリストにとどまるとはどういうことですか。死のための実を結ぶようにと、神はどんな備えをしてくださいましたか。神はあなたのうちにとどまるように、神の尊い御言葉が私のうちに良い実を結ぶようにと、結ぶようにどうか力を与えてください。神様、感謝いたします。この今日のテレブレット、本当に神様感謝いたします。私が時が良くても、朝夕のデボーション、本当に大切ですね。基本的なものです。24時間、年中、私の生きてる間、信じて、私が主の身元に行く間、日々、神様と共に歩むものとなさせてという思いをあります。御言葉、肩の力を抜いて、主の御心を、随時感じるものとなりますように。そうですね、言い訳じゃないですけど、そんな感じの思いがしました。今日のデルベットを感謝いたします。天の神様、今日のデルベットを感謝します。どうか私はあなたに買い取られたものです。私たちは枝です。源のある、元のキリストに、ブドウの木のキリストに感謝いたします。感謝して、この祈り、私たちの個人的な救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ちょっととりでもない、デリブレッドとなりましたけど、また来週、の時に、デリブレッドの時にお会いいたしましょう。マスタートイサー主やげレッツパッションプレイズユー。はい、来週お会いいたしましょう。失礼しました。